というわけで、えー、ひろゆきさん、サーフェイス買ったんですかこれ、僕、正確に言うと、僕のお金で買ったんではなくて、あの南米で旅に行くにあたって、そのまあ、あの僕その、一応、仕事を普通にしてるので、ネットが繋がらないと仕事ができませんと。 で、あの、このパソコンでかいの持ってくって、なんかあの、じゃあその南米でなんか、じゃあエクアドルで取られましたとかなるとめんどくさいので、そのサブのパソコンで、あの、アベマが買ってくれるんだったら行きますっていうので、ちなみにあの、アフリカの時は僕、あの、iPad をアベマに買ってもらったんですよ。 で、そのあの iPad Pro を使ってたんですけど、あの家に帰ったら、うちの彼女がそれを欲しいって言われて、お、追うっていうので取られてしまい、で、今度南米に行きますっていう時に、そのタブレットナインスって話をして、で、まあ、iPad は使ったことあるので、じゃあ今度サーフェスって最近どうなんだろうと思って、じゃあ、あの、アベマの経費でサーフェスを買ってもらうっていう結果、今あの、サーフェスを使っております。はい。 割と良いですね、iPad よりは僕、サーフェスの方が使いやすいですね、まあ、使いやすいというか、もともと Windows で作業してるので、なので、Windows でできることがあの100%サーフェスでできるんですよ、まあ、あの処理能力の問題とかあるんですけど、で、あの結構その銀行のログインとかが、Windows じゃないとできないとかあったりするんですよね。 いやその割とセキュリティのしっかりした銀行の場合だと、ののセキュリティの証明書とかもインストールしてとかになると、Windows じゃないと対応してませんとか、Mac じゃないと対応してませんとかで、iPad だとできませんっていうのが結構あるんですけど、サー a c ス、Windows そのまま動くので、なので割とサー a c スは良いですよっていうお話でした、は。い